久保さん、今回会社の会議にしましょうかあのー、まあ知らなかったっていうか調べなかったっていうか僕はあの就職することが社会人だと思ってましたからね、まあ、ずっと何だろうなあのー、ずっとなんだ小学校の時から大学までずっと卓球しかしてなくて勉強も録音してもらって。 まあ、就職活動に疑いの余地もなかったですね。なんか、起業っていうのが全くなかったですね。でも今と昔ってちょっと時代背景違うと思うんですけど、昔僕が大学生の時、パソコンフロッピーディスクで、なんだ、スマホもなかったですし、まあ情報はそんななかったしね。まあでもそれもそれで言い訳かもしれないですけど、うん。 今はどうなんですかね。でも、なんかちょっと時代変わったなと思うのが、僕のお客さんでも若い子がちょっと増えてきたっていう、若い20代が増えてきたっていうのはちょっとありますね。うん。なんか、それはすごく感じますね。昔はなんか、情報商材買う人って年配の人ばっかりだったんですけど、今若い子も買う,買うんですよ。それなんでかっていうと、将来について考えてるからですよね。 だからまあ、時代は変わってきたのかなと思いますけどな、なんか疑った方がいいんじゃないですかね。就職することが、なんか正義みたいな、正社員が正義みたいな、なんかそういう風潮あるじゃないですか。まあ、そこ疑った方がいいと思いますよ。まあ別にそれでね、自分の人生が幸せならそれでいいと思うんですけど、僕は、僕は、僕はでしょ。僕は僕が描くライフスタイル。 まあ、パソコン一台で自由っていうね、理想。そこには、就職したら到達できないかなと思いますね。毎日、朝起きて会社に行くっていう、そのなんか、ストレスもないし。まあ、YouTube には出社しますけどね。なんか、ゼロ秒出社ですよね。起きて動画をしたらもう出社みたいなね。<laughs> こんな楽な出社ないし。もう僕はもう会社で働きたくないですね。うん。いってらっしゃい。